はい、画面の前の皆さん、こんにちは。先月でございます。今日は前回の動画でも言った通り、ジンリッキーの方を作っていきたいと思います。レシピとしてはもう本当にジン 30ml にライムを絞って炭酸でアップするっていう、もうただそれだけのレシピですね。もうすごい簡単なんですけど、ただあのライムの果汁の量をその調整できるようにマドラーを添えるっていうのがあのジンリッキーの一つの特徴になります。でジンリッキーのリッキーっていう、そのリッキースタイルっていうのが、まあスピリッツにライムを絞って炭酸でアップするっていう、そうすると全部リッキーになります。なのでウォッカリッキーとかね、ラムリッキーとかテキーラリッキーなんていうのもございますし、そういう場合はもうジンをそのそれなりのスピリッツに変えると、あと面白いところだとカルーアリッキーとかもありますけどね。まあそんなこんなでとりあえず今から作っていきます。はい、ではね、今から飲んでいきたいと思います。いただきます。で、このマドラーでこのライムをこう潰すっていう風なカクテルではあるんですけど、あんまり潰しすぎちゃうとやっぱり炭酸飛んじゃいますので、あんまりガチガチ潰さないようにした方がいいかなと思います。ではいただきます。さっぱりすっきりですね。ライムの果汁っていうのはあのレモンほど酸っぱくないので、本当に香りと、まあ、ほんのちょっとの酸味が入ってくるぐらいです。でジン自体もやっぱり香りはすごくね、華やかな香りがするお酒ですので美味しいです。で今ジンも世界的に大ブームが来ていて、そのクラフトジンとかね、こういろんなジンが出てますので、そのジンは今回タンカレー使いましたけど、例えばオランチアなんていうものを使えばもう少しこう柑橘のピール系の香りが強いジンですので、そういう風に味が変えていけますから、その原酒をいろいろ変えながら試してみるっていうのも一つの手段、まあ美味しく飲む一つの方法かもしれませんね。まあ僕はよくそういうのはよくやります。なので一度そのまあタンカレーとかゴードンでもいいですけど、そういったスタンダードなジンリッキーを一度作って飲んでいただいて、そこからちょっと変わったジンとかでね、いろいろ試してみるっていうのもこのカクテルの面白さかななんて思ったりします。のでぜひまたね、一度機会があれば作ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価、コメントの方を入れていただけるととても嬉しいです。動画撮影の励みになりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。